韓国の20代から30代の若者が借金をして投資をしたマンション価格が暴落し、大変なことになっているようです。記事とネットの反応を見てみましょう。昨年2030代世代の4クル、魂まで書き集めて融資を受けること、俗による買いが集中したソウル市内のノ、ド、カン、ノウォンク、ドボンク、カンブクク地域のマンション価格が大きく下落している。最近の金利の急騰により借り受けた融資の利子負担が大きくなり、損をしてでも物件を売る、パニックセリング、ローバイ売りの様相を呈している。専門家たちは、金利引き上げに伴う住宅担保融資の利子負担が急激に増え、四クル族による売りが集中する可能性があると見ている。国土交通部が公開した実取引価格によると、のどかん地域の主要なマンション価格が一斉に大幅に下落している。ノウォンクで人気マンション物件とされるサンゲドンのフォレナノウォン占有面積59平米28階は先月11日に7億7000万ウォン約8000万円で取引され、8月29日に9億8700万ウォン約1億300万円で取引されたのに比べて2億1700万ウォン約2300万円下落した。ドボンクのドア・チョンソル占有面積84平米6階は今年7月に10億ウォン約1億400万円で取引され、昨年の最高値11億9900万ウォン約1億2500万円より2億ウォン約2090万円ほど下落した。カンブク区ではミア・レミアントリベラ占有面積58平米4階が8月に7億2000万ウォン約7500万円で取引されたが、昨年の同じ月に同一面積の物件の最高取引価格9億ウォン約9400万円より1億8000万ウォン約1880万円下落した。のどかん地域の住宅価格はソウル市内の平均住宅価格に比べて急速に下落している。韓国不動産院が発表した12月の第1週までのソウル市内のマンション価格の累積下落率は 5.21% で、昨年1年間で 6.42% 上昇したのとは正反対になっている。昨年 9.68% 上昇し、ソウル地域の上昇率1位になったのウォンクは、今年 8.84% 下落し、下落率1位に反転した。ドボン、ソンブク、カンブク、ウンピョンの各区も7から 8% 下落して後に続いたが、それぞれ昨年の上昇幅よりも今年の下落幅の方が大きくなっている。このような不動産取引価格の下落は、住宅価格が急騰した昨年に無理な融資を受けてマンションを買い入れした四クル族が利子の負担増に耐えきれず損切りをした結果というのが業界側の観測だ。特にノウォンクは昨年、マンション購入者の中で2030世代の割合が 49.3% に達したほど若年層の需要が集中した地域だ。ノウォンクのある公認仲介業者の代表は、購入したばかりの若い家主が相場よりも大幅に安く売る物件が急増したと話し、この価格でも購入の問い合わせがほとんどなく、実際の取引価格はさらに下がる恐れがあると語った。問題は今後利子の負担がさらに増える恐れがあるという点だ。今年度末の住宅担保融資や信用融資の金利が2008年以降14年ぶりに年 8% 台を突破することが予想されている。取引が急減している現在の状況で、不動産相場の下落傾向がさらに激しくなる可能性がある。 JL 投資諮問の古純則代表は、金利の引き上げがまだ終わっていない上に、さらに価格が下落する予想が優勢な状況で、不動産購入を敬遠する人が増えたせいで価格下落傾向が続いていると述べ、政府による規制緩和も不動産相場下落の歯止めになっていない状況と説明している。それでは日本の反応です。まだまだこんなもんじゃないでしょ。歯止めになってないと韓国人自身が言い切っちゃうあたり、現状は地獄の入り口でしかない。散々やばいやばいと言われた中で買っちゃったから、誰を恨みようもないな。ご愁傷様。てか、恐れも何も、すでにローバイ売りが発生してると、中央日報で、
結構前に記事になってたけどな。損切りしてでも物件手放してるやつがいるということは、高値時に売り抜けた連中は笑いが止まらんということか。まあ、日本でもバブル崩壊って騒ぎ始めた頃は大して下げてなかったし、むしろその後ちょっと戻したくらいだしな。ああ、これダメだなって気づいた頃にはもう買うやついなくなってるのがバブルよ。こんな記事ばっかだけど、土地バブル崩壊はマジで影響広いからな。っていうか、エンタメや観光も半導体も自動車もあれだし、コロナも相まって今何十億だろ。バブル崩壊が始まったばかりでしょ。大変なのはこれからでは。バブル崩壊の入り口ってとこだな。それでも売れるなら今狼狽売りした方が損失少ないけどな。金借りてるやつが金利上がりすぎて絶対返済できない状況だから積んでる。一刻も早く売るしかない。ダメージは食らうが。ということで、借金をして投資なんて絶対にやっちゃダメですよね。でもそれが許されるというか、ブームになるのが韓国さんで、やっぱり目先の利益しか考えない性格だから、そんなことが流行るのかもしれませんね。でもマンション価格の下落を渇望していた韓国さんなので、この状況は韓国さんの望んだ結果だし、この程度の下落では満足できない人も多いんじゃないでしょうか。まあこの状況だと損切りしてでも早めに処分しちゃった方がいいと思いますが、20代や30代で数千万の借金を背負うことになると思うと、なかなか思うところはあるかもしれませんね。でも韓国さんなんだから、借金なんて返さなければいいだけなんじゃないんですか。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。